私たちが家で使用している家電製品はどれくらい安全なものなのでしょう。そのうちのいくつかを見ていきますよ。電子レンジの健康への影響については未だに議論が続けられているものです。ではもうワンステップ踏み込んだ話をしましょう。穴の開いた電子レンジは使っても大丈夫なんでしょうか。電子レンジはマイクロ波を内側の壁に跳ね返らせることによって動いています。そして穴が開いているとこのマイクロ波が外に飛び出す恐れがあります。マイクロ波はいわば放射線のようなものとはいえ DNA を破壊するほど強力ではありません。これは電磁波の類なんです。マイクロ波が外に漏れるには穴の大きさがある程度大きくなければなりません。マイクロ波の波長は10センチメートルと言われていますので穴はそれ以上の直径を持っている必要があります。少なくとも理論上はですが。では穴が実際にそれ以上の大きさだった場合どのような結果が待っているのでしょうか。まずは電子レンジのすぐそばに Wi-Fi ルーターなどを置いていた場合電磁波によって通信障害が起こることが予想されます。同時にスマホもマイクロ波に近い周波数で通信を行っているため安定した通信が行えなくなります。近づければ近づけるほどつながらなくなることでしょう。また極端な場合にはスマホが発火する恐れもあります。ですから穴の開いた電子レンジを使用する際には可燃性のものを近くには置かないようにしたいものです。また漏れたマイクロ波はその他の電子機器特にリモコンで動くものに対しても影響を及ぼします。テレビや蛍光灯がついたり消えたりを繰り返した場合にはああマイクロ波が悪さをしているなと思っておきましょう。またマイクロ波が直接体に当たると健康を害する恐れもあります。では穴の開いた電子レンジはどうすればいいのでしょう。そもそもの話をすればそんな状態で使うのがおかしいと言えます。すぐにメーカーや販売店に連絡をし交換してもらうようにしてください。もちろん新しく買い直した方がずっといいでしょうけれどこれが難しいという場合にはプロに修理してもらうことを検討してください。しかしそれでも穴が開いているけれどどうしても使わなければならないという時には穴をアルミホイルで塞ぎましょう。この方法は電子レンジの仕組みを逆手に取ったもの。アルミホイルは金属なためマイクロ波をある程度中に閉じ込めることができます。ただし絶対に使用中にアルミホイルの部分を触ってはいけません。世の中にはマイクロ波放射線検出器と呼ばれる装置がありこれを使用すればマイクロ波の漏れの程度を測定することができます。とはいえ皆さんにとってこれがどれくらい必要なのかについては私からはノーコメントとしておきます。仮にマイクロ波放射線検出器が手に入らなかったけれどそれでも漏れているマイクロ波の量が知りたいという場合には凍った板チョコを穴に当ててみましょう。それが溶ける速さでだいたいどれくらいのマイクロ波が漏れているかがわかるはずです。洗濯乾燥機にたまるホコリもまた大きなリスクをはらんでいます。例えば今日お洗濯の日だったとします。ホコリフィルターを掃除しなかったとします。この動画を見た後皆さんはすぐに掃除をしたくなるかもしれませんけどね。さておきノーチェックで乾燥機を動かしてしまうと危険が待っています。毎年洗濯乾燥機は多くの火災の出火元となっています。その原因は満杯のホコリフィルター。ホコリによって通気が悪くなった乾燥機は乾燥効率が落ち最悪な場合火事になります。ホコリはそれ自体が燃えやすいというのも問題です。ではホコリはどうやって取り除けばよいのでしょう。乾燥機の型にかかわらずホコリフィルターは必ず乾燥機についています。掃除するのは一見すると大変そうですがホコリ受けを外して中身を取り除くだけで簡単に終わります。乾燥機の掃除をする際には排気口の掃除も行いましょう。1年に1度のペースが理想です。排気口の掃除をする際には本体との接続部からパイプを外しその中を掃除します。ホコリを取り除く際にはブラシを使用しましょう。掃除中には念のため本体の電源を抜いておくようにしてください。再びキッチン家電、トースターの危険についても知っておきたいものです。トースターは回路がショートすると火災を発生させますが時に人的ミスによって火災が起こる場合があります。中に食品を入れて焼いている間に他のことに気を取られてしまうと食品が燃えてしまう恐れがあります。
また中にナイフなどを突っ込むと感電する恐れもあるので注意してください。パンを取り出すためにそうせざるを得ない場合にはまず電源コードを抜きましょう。お次はオーブン。中の食品には注意しましょう。料理中に目を離してしまったというのが火災のよくある原因です。またセルフクリーニング機能を使用しすぎるとこれが火災の原因となる場合もあります。中には熱によって回路が徐々にダメージを受けていたというケースも見受けられます。同様にコンロも火災の原因。火にかけっぱなしにしたり衣服などの燃えやすいものを近くに置いていたりすると火災の原因となります。ちなみに油火災になった場合には絶対に水をかけてはいけません。水が油を広げてしまい燃え広がってしまいます。火は蓋やその他の鍋を使って消すようにしましょう。次はスマホやノートパソコンといった個人用電子機器。破損したまま使用したり不適切な方法で充電を行うと発火する恐れがあります。海外で使う場合には電圧変換器を使用しましょう。またリチウムイオン電池の劣化によっても発火が起こることがあります。テーブルタップも危険を秘めています。様々な電子機器を同時に接続できるという意味では非常に便利なものですが、これも火災の原因となり得ます。リスクを避けるためにはまずコードを絨毯の下に置くことをやめましょう。常に目の届くところに引いておくことをお勧めします。ペットがコードを噛んでいたりすると破損部から火災が発生するかもしれません。テーブルタップを使用するより業者に頼んで新しいアウトレットを設置するという手段も考えておきましょう。加湿器や換気扇も掃除を怠ると健康被害の原因となります。カビや菌類が繁殖する恐れがあるのです。ヒーターもガス漏れや一酸化炭素中毒に注意して使用しましょう。さらにヒーターをカーテンや椅子、絨毯といった可燃性のものの近くで使用するとこれも火災の原因となる場合があります。電気ストーブの場合加熱部が非常に熱くなるため危険です。オイルヒーターといったゆっくりと部屋を温めるタイプのヒーターであれば火災の恐れは少なくなります。火災が恐ろしいという皆さんは消火器などを購入し家に常備しておくことをお勧めします。すぐに手が届く場所に置いておきましょう。また緊急避難経路をあらかじめ決めておくことも大切です。煙探知機を設置し常にバッテリーを新品にしておきましょう。また多くの人が見落としがちな大切なポイントですが、使用しない家電製品は電源プラグを抜いておくようにするというのも大切です。また料理中はキッチンを離れないようにします。食洗機をつけた状態で外出したり就寝したりする人は危険かもしれませんよ。イギリスの統計によればほぼ全ての食洗機による火災が持ち主の過失ではなく設置がずさんだったという原因で発生しています。注意事項にはよく目を通しておくようにしましょう。時折欠陥のある商品はリコールの対象となることがありますが、そのことに気づかずに使用を続けているユーザーもいるので気をつけましょう。